斉藤圭介は、日本の政治家、外務官僚、北海道余市町長、北海道門別市諸骨生まれ、函館ラサール高等学校卒業、2004年3月、早稲田大学第一文学部卒業、同年4月、外務省に入省、在ロシア日本国大使館、在ウズベキスタン日本国大使館、在ウラジオストク日本国総領事館などに勤務。 2014年、総理大臣官邸国際広報室に出向。2016年地方創生人材支援制度の一環として、手塩町副町長に就任。2018年、自由民主党の中村博之衆議院議員に、与一町長選挙への立候補を打診され、6月29日に出馬表明。同日付で、任期満了により手塩町副町長を退任。 外務省も退職。同年8月26日に行われた町長選挙に自民党の推薦を受けて立候補。町職員労組などの推薦と立憲民主党や共産党などの支援を受けた前、与一町経済部長の細山俊樹を破り、初当選を果たした。9月5日、町長就任。11月6日、町長選で、 対立候補だった細山を副町長に起用する人事案を臨時町議会に提案し、可決された。当日有権者数16,398人、最終投票率66.54%。ありがとうございます。